鴨浜の跡地船屋の町並み、東道高と落葉日船屋は、京都府木津川市鴨町の一地区。1475年の浄瑠璃自流記事で、初めて船屋の名前を確認することができる。名は周運に関わる船問屋が集まっていたことから、来ていると考えられる。船屋地区は、江戸時代、伊賀街道の宿場町や、しがらき街道の分岐点としての役割を果たし、 非常に賑にわった。また、木津川筋六緑浜の一つの鴨浜もここにあり、木津川周運によっても栄えた。この浜は、東道藩領の西北端に位置し、藩にとってもまた重要な地であった。1648年にはすでに宿場として機能していたことがわかっている。しかし、原禄期のたびたびの火災、水害の発生。 さらには1712年の大洪水により大きな打撃を被った。そのため本村を移転せざるを得なくなった。その際、移転する人々と行動を共にせず、居残った人々がいた。彼らは衆運に携わっていたため、浜を離れるわけにはいかなかったのである。これらの人々と、うさぎ並み、北村の両村民により、船屋地区は復興し、以前のように、 宿場町としても再生した。また、大洪水により破損した伊賀街道を修復する関係で、船屋地区でも浜へ出る地点で直角に折れて通信する東西の道が整備された。これが現在もその姿を残している L 字型の町並みの成り立ちである。船屋地区の復興は順調に進み、この頃、船屋という名前が単に周運の職業やその集団を指すだけでなく、 地名としても確立されていった。また、鴨の字を鴨に改めたのもこの頃である。江戸時代が終わり、明治を迎えると、1897年の鴨駅の開業と1901年の国大橋の仮設が、周運から陸上交通へと、その機能を転換するきっかけとなった。1965年頃になると、家や商店の街並みが現れ始めた。こうして、 船屋は、鴨地方水市の市街地、また商店街として発達した。船屋を一望することのできる、石場山に所在する、東道半祖、東道高虎の供養費である。船屋の南、西、中、東町では、伝統的な町屋が多く所在し、江戸時代の酒蔵跡、旗子跡なども現存する。毎年3月上旬に、鴨町船屋、新町地域で行われている。 2019年で第14回を迎え、商店や集会所など合わせて約50件にひな人形が展示された。AB、鴨町市、第2関金星編鴨町、1991年。京都府知名大辞典、角川書店。鴨町市第1巻古代、中世編鴨町、1988年。鴨町市第3関金現代編鴨町。 1988年、広報木津川ナンバーワン45木津川市役所2019年、ありがとうございます。